ほら、ジュジュどうぞってほら、あ、ジュジュちょうだいって。はい。ありがとう。いいよ。上手にかけたね。ね、かいた。ね、ちょっとかけ。あ、上手に、ジュジュの顔上手にかいとるね。これ毛穴か。ありがとうね。一番強いやつやろ。強いやつやるって言ったで。じゃないと意味がない。体力も必要なんだ。そのなんか言っとったか。65以上だとあれなんでしょ。強いやつ弱いやつやらないっていう。3つの段階に分かれてるな。まあでもどっちにしろ抗がん剤やってそうそう、まあその1回だけとりあえず1週間やるらしいで、ずっと1ヶ月じゃない、1ヶ月じゃない、1ヶ月なんじゃないですか。1週間やってあと2週間っていうか、様子見て様子見て様子見て、で最後に骨髄に注射打って調べて、で3日帰ってきて、またそれの繰り返しで4回するんですよ。だからもうとりあえずだからもうそれはやめようと思ってる。今度帰ってくる時もう退院してこうかなと思ったんだ。ほんで退院して、でその骨髄のまあここ打つんだけど、骨に打つんだわ。で血管を取るんだ。でそれだけはとりあえず1回やって様子見て、あ、どういう状況に、前よりひどくなってる、前と変わらんねとか、あ、前より良くなってるとか、その判断を一応見ようかなと思って。まあとりあえずそれの結果で、また次受けるか受けんかっていうのを考えるってことでしょ。だから受けないっていうわけではないでしょ。その絶対に受けんっていうわけじゃないでしょ。まあ受けてもさ、体がよついていかないと思うんだよ。まあまあやってみるとわからんけど。肺と肝臓と腎臓が弱ってるとダメらしいんだ。うん、その抗がん剤で死ぬ人もおるんだ。逆に。うん。で、俺はもし健康であれでって言って、まあ、移植するってなんか65も過ぎとるとな、移植は確率がもうゼロに近いほど。移植をしとるときに亡くなってくるっていうか、体力がないから。なるほどね。とりあえずでも頑張らんということだと思う。いや普通なんだよ今までも。別に何もさ、クッと立ってちょっとあれすると、あ、ちょっと息が切れるなとかさ、息が切れるだけなんだわ。あそこが痛い、ここが痛いっていうのは、まあ夜寝とるときこの辺が痛い時はあるんだけどさ、治るみたいに治る。まあな、それはもうずっと打ってさ、100% 治りますよって言うんだったら俺もやりたい。だけどそんなような雰囲気じゃないからね、先生は。先生はまあ今若いやつよ、30前後ぐらいの女だぞ。あ、無理です。また明日。誰ブーした今。ブーしたな。ブーした。ね、ブーしたね。ありがとう。